こんばんは、うどんです。今日も信長の野望大使 PK 上杉のりまさん編続きやっていきましょうか。さて、平井城から退去した上杉のりまさですが、合図を取り、アシナと相馬を滅ぼして、で、宇都宮に逃れたところですね。で、宇都宮に逃れたところに、敵の大軍接近中、39,400、相手は北条綱重、長野もいます。で、今まで蓄えた兵力で迎撃しましょう。26日後、の30日後、9900対7700。さてさてさて、幸ちゃん、大内義綱、あれ、大内義綱ってかなり有能だな、これ。大内義綱ね、あと魚でもここにいる。アシナ、タコさん、アナザー、会津新聞、宇都宮一つ減らす。これタコさん、三春、黒川、黒川城一つ減らす。三春、あれ、僕三春、こうか、三春、タコさん、会津新宮、本来の城の数的にはこんな感じなんですけど、部隊数がちょっと足りない。佐竹からね、援軍も借りましょうか。で、宇都宮からタコさんを副官にした魚出隊、松本図書之助、5000、2000、2000。沼沢城ね、まあ、カウンターも考えて2000。これにアナザー鉄砲隊、これに佐竹援軍を借りる。佐竹も、佐竹もそんな大した武将いないですね。佐竹義明が一番強くて、魚で。あ、弱いね、佐竹まだまだ。真壁、これもパパ真壁。足利春氏を擁して古学坊の地位につかせることに成功する。へー、この真壁ってあの真壁の息子、いや、パパなのかな。真壁って結構な家なんですね。僕どうしてもあの真壁しか分かんないんで。で、一人大内何菓子っていうのは気になったんだよな。大内義綱、田村家臣、小浜城主、やっぱり大内幸綱の父ですね。石橋四天王の一人、石橋家に仕える。田村に内容して主君を追放。へー、このうちもなかなかの共有ですね。そして共有っぽい知略回避型だ。大内義綱ね。へー、石橋四天王言われてもな。石橋四天王って誰だよって話なんですけど、アシナ四天王の宿老の一、図書の助。アシナ四天王って誰だろうね。アシナ四天王、図書の助以外もう全然わかんないですけど、猪苗代盛国とかね、四天王に入ってんじゃん。入ってない。あ、違う、アシナ軍と戦ったか。猪苗代が、米、この中に入ってないのか。で、アシナのこの北の門番も別に四天王に入ってない。ん？これはちょっとググってみないと分かんないかもしれませんね。タコさんも入ってないし、平田と張り紙、
ちょっといきなり、いきなりわけわからんこと初めて申し訳ないんですけど、平田清盛。おお、平田家は足田四天王。波流か、これ波流ね。波流は違うみたい。え、佐世富田、平田、松本、いやー、ほほ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 ほ、亀の声より年の功じゃよ。佐世、芦名四天の宿老。あと富田、富田は出てきてないかな。富田はまだいないみたいです。そうか、わかんねえな。僕ね、あ、しまった。手を貸してや。そうそう、このままだったら舞台数が足りない。結局借りなきゃダメなんだっけ。から結局借りるは借りる。うん、佐竹義明借りましょう。佐竹義明、しょぼしょぼしょぼ、しょぼいな。佐竹義明、あれ、あ、この辺り間に合わないから来なかったのか。40日後、あれ、20日後。うんうん、これでいいや、これでいいや。出陣せよ。で、上田長尾と本庄は同盟切れちゃうんですけど、これはもうあの長尾影虎のご飯になってもらいましょう。長尾影虎にパワーアップしていただきたい。これで、お、輝く幸ちゃん、金神、これにて表情を終え、海上交易、あ、兵糧割引だ。兵糧割引あった、取ったんで、これでちょっと、ちょっと闇取りがって今使っちゃったんですけど、5万3000。できることはそんなにないな。うん、いやいや、関東関連の職をね、そんな、そんな、そんな。1556年、ほう、さあポジションがいいぞ。とつるか、うん、うん、とつろう。と魚で、魚で、77、73、74、83、94、87、83、94、86、105、90、89、102。スペックはね、バカ負けしてますね。スペックはめっちゃ負けてんな。スペックは負けてるが、血の量は得たぞ。
掴みました。さあ太田が血のりを得たぞはかの有名なやつがあるじゃないですか。手を打ちましょう。図書の助け足はご命令を。手を打ちましょう。切り込め。あーん、タコさんがずっぽし。まあただタコさんのあの位置なら構わんか。ゲチよそう、スターウォーズですよ。今が好機。情けはかけません。命令してくれ。ご命令を。始めるぞ。始めるぞ。ゲチよ。ちょっと見ました。覚悟しろ。やりたい前。やりたい前。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ。ご命令ください。まずい方に向けてますか。向けるな。よし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 、そしたそした。あっちに向けられたの終わってた。大変なことになってた。ご命令。ゲチよ、覚悟は良いか。ゲチよ、覚悟しろ。サムラ、こっちを止めよう。やりたい、お願いします。始めよ。始めるぞ。叩き潰せ。もうちょっと待って。タコさん、跳ねられそうだな、これ。タコさんコンビ、違う、これアナザーだ。ゲチ、2回で魚でまだゲージが溜まってないんですよ魚で待ち。これ大宝寺が邪魔やな。じゃあ大宝寺じゃなくて大道寺が邪魔やな。もう俺の破れるとやりたい。よしよし、もう溜まる溜まる。始めるぞ。ご命令を。投げ払え。溜まったな、たまたま。ゲチよ、始めるぞ。寄せる。我らが力示すは今だ。ご命令を。やりたい。よし、ゲリゲリ。敵の目線。このままで我らが破れるとは。やりたい、前へ。叩き潰せ。なんで動き止まってんの。まあいいや。ふう、これ忍びで勝った。我らに勝とうなど10年早いわ。カウンターするには兵力擬音ならば、あ、大道寺正成だ。いい魚で角立ったな。おい、石巻の回避もいいぞ。かたじけない。手を打ちましょう。18000。ちょっと簡単にはしんどいな。ああ押し城、いやさすがに無理か。手を打ちましょう。擬音乗っかるだけ乗っかってみるか。13000。大道寺って確かの最終的に豊臣が来た時に降伏しちゃったから、あんまり確か結構寝返りやすい印象がある。進め。乗っかるだけ乗っかってみよう。お師匠はちょっと遠すぎるかなと思って。64 60。うーん、まあ無理かなまあ無理かな。あ、でもここにミッキー、手を貸してやろう。早めに見切りをつけて解散した方が正解なんじゃないかっていう気もしますね。5枚。大道士回避持ちはもういない。
黄色から青になる人間は何人かいるんですけど、どうでもいいやつら、平田、田村、稲城森国と田村がちょっと惜しいかなぐらいですね。かたじけない。突撃の田村は確かにね、やっぱり田村とっとくか。すまねえな。能力値オール70代にはなりそうなんですよね、中性ですぐ。すまねえな。クラクラ乗りますね。こういうイベントないと思うよ。もしかすると川越野戦が昔のシナリオだったらあったかもしれないけど、ぐらいかな。あー、吹っ飛んだな。吹っ飛んじった。はい。作り直し。はっ。ね、芦田四天王の一人なんですけど。あー、少なくともあのプレイヤー大名としてはないですね。NPC であれば、あ、でもどうなんだろう、上杉典政が、落ち延びるイベント自体があったかどうかは分からない。我が義には、毘沙門天の加護ぞ宿れる。補佐はね、まあ、回避か参謀の2、回避か参謀が強い。明確に2つめちゃくちゃ強い。それ以外は、まあ、気にしなくていいんじゃないかなっていうレベル。まあ、あると、なんかいい。伏兵がいいかな、比較的。17。30、無理ですね。よし、撤収しましょう。沼田。手を貸してやろう。あー、集まった舞台がそのまま行っちゃったか。席はね、すいません、全く風とかそういうわけしなくて、ちょっとニコチンを入れすぎただけです。伊達が攻めてきた時四天王が守った。かっこいい。始めましょう。中世形質だ。いや、まあいっか。ご命令を。同盟は。佐竹伊達、そうですね、カゲトラ解明することないですね。でもこれこのままだと坂戸に行っちゃうんじゃないの。坂戸に行かれるとね、あまりよろしくないっすよ。せっかく僕あの長尾に譲ろうとしてるのに。長尾正影めっちゃクッソ有能な魚で、大道寺以上にクッソ有能。先に落としちゃうと謙信が怒り出して同盟維持できなくなる可能性があるっていう話なんですよね。皆の者、ナスト佐竹の同盟が、そうナスト佐竹の同盟がそろそろ切れるっていう話だったよね。で、先にナスを滅ぼしてから行こうとか言ってたら回戦しちゃったわけだ。で、ナスの同盟が切れてますね。ナスをどうにかしたいな。これ問題どうしよう。僕が先に滅ぼした場合、影虎がすごい怒るかもしんない。怒らないかもしれない。でも放置しとくと間違いなく多分北条を滅ぼすでしょうねっていう。ちょっと決めかねるな。どうすかね。おお、よ、西に
僕がこれ沼田の迎撃に行った場合、戦場上限19,500。まあ長尾正景しょうがないかな。滅ぼして北条に渡すね。なるほどね。あの長尾と同盟したから2年以内に手放せばいいっていう話ではあるんですよね。僕が滅ぼしてしまって、あの北条が来るかどうかわからんで、誘導はねできるかどうかが分かりかねる。本当に来てくれるかどうかは分かりかねるな。やってみるか。やってみるか。あ、支援関係だ。お、三国同盟が。歴史的大同盟の立役者。凝ったことをやろうとするとね、あ、こっち来ないんだみたいなのがね、よくありますよね。クソ坊主の考えそのこと。今川武田は元よりの盟友。我らが今川を攻めると約束させられるようなもの。されどそれを受け入れぬまま我らの動きは取れぬ。貴殿にも狩りがある。氏康は頑固だが実直、これで一安心。春野も長尾に集中せざるを得ない。さすがは節裁。今は力ある者の決め事に従っておいてやろう。今はいやー、三国同盟ほんとね、桶狭間の影響ってめちゃめちゃでかいっすよね。桶狭間と本能寺の影響ってすげえでかいですよね。これより表情を行う策がございます。商業対面闇取引やろう。いや、なんか三国通りね、もう無敵じゃんみたいな、そんな感じじゃないですか。いや、もう無敵っしょみたいな。かたじけない。まあでも結局最終的に、まあどんだけどう引っ張ろうが、最終的に影勝影虎の争いで崩壊したのかもしれませんけど、あそこでどうやっても崩壊した、あそこが崩壊の限界点な気がするんですけど。承知いたしました。沼田を取りに行くのも結構しんどいしな、取っても維持できないしな。ちょっと待ってね、これどうしようかなみたいな状況だな、これ。あ、そっか、有金投げとこ。あ、信玄ならね、いつかね、今だっつって動きそうですよね。投げっぱ、今那須行くのちょっと怖いかなっていう。北条と停戦してる時にひょいっと行きそう。いやー、ちょっとさすがにね、今兵を動かすのは怖いかな、迎撃を考えると。せめて停戦してからかな、ラスト行くのは。4ヶ月、柴田重家の乱をやろうかなと思ったんですよ。で、柴田重家のことを調べてたら、まあ、なんだっけ、やっぱり本能寺の影響もあって、結局っていうところなんだろうね。なんだろうね、中央の方のね、大事件が地方にすごい影響を与えていくのって面白いですよね。かしこまった。
ああ、そもそも様子に行かない。なるほどね。あ、もかみも食べられちゃった。あら、本当だ、なくなった。あ、もうなくなってた、ごめん、気づかなかった。あ、しかも本庄にか、本庄にやられたんだ。そうか、天道吸収してるし、もがみ吉森。あら、そう、本庄さんってちなみに志何、書類を書くだやっぱり、うん、へーへー、大国になりましたね、本庄重長。長尾正影と、あ、長尾影虎といい勝負とは言いませんけど、まあ結構でかい勢力持ちましたね。まあ本庄、まあ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 本庄家はまあありかなっていう気がするんですけど、おお、すごいパワフル、すごいすごい。手を貸してやろう。これパワフルやな。パワフルやね、すげえやる気ぜ。でも本庄ってなかなか結構あの野心家なイメージもあったりするんですけど、本庄重長、村上城主、叔父を討って居城奪還、家督を継ぐ、武田信玄と結んで謀反を起こす、許されて帰参、以後各地の合戦で活躍。うん、まああの少なくとも忠義の武将とかそういうわけじゃないですよね。なかなか、なかなか本庄重長編もね考えた。は、承知いたしました。14歳、よしよし、ちょっと待ってね、今5ヶ月、これまあもうおとなしくして壊しようか、おとなしく壊かな。本庄家はね、もともとあの、なんだっけ、何上杉だっ け、 けここら辺にいたの、越後の、越後の守護大名じゃなくて、越後の名前思い出せないな。あー、やっぱり行ったか。まあ当然行くよね。これより表情を行う。単純に越後上杉か。そうだよな、行くよな、行くわな。そうそうそう、もともとの越後守護だよね。あ、差し出し検知、メッシュアップ。一応今すぐね行くことできるんですけど、海上攻撃というかな、ゲチを今すぐ、まだ戦争状態続いてるんで、今ならまだ間に合う。一応あの対北条戦の支援関係にあるんで、僕行けますね。まあ、いけるはいけるんだけど、でも僕もうすぐ講和なんですよ、北条家と。北条家と講和しちゃうともう守れないから、まあ一回はやってやるか、一回は迎撃してやるか。でも一回がいいとこだよ。ああ、大道寺正成、いいですね、能力値。それはいいですね。まあ、あの、魚では図書の助を使うんで。そうな。
金沢タコさんアンドタコさんを副官にした辞書の助隊。迎撃はできるんだけど、迎撃してそのまま沼田を落とすとか、いやー難しいな。ミノは、まあそのままミノいける、沼田いけるならそれでいいんですけど、さすがに厳しいかな。ちょっと待ちよ。そのまま沼田落とすことを考えてみるか。できればラッキーで。遅れを取るな。落としたらすぐ壊しちゃうとか。ここ沼田に届くかな。ここあまり意味ない場、ここ正直あまり意味ない場所なんで、いや。そう、タコさんなかなかいいですよね。いい武将だと思う。あ、おい、おい、何をしとるんだ、バカチン。バカチン。一応1360、ギリギリ間に合うかな。多分ギリギリ間に合う、ギリギリ間に合う。ゲチュ。ギリギリ間に合って、かしこまった、かしこまりました、かしこまった、ギリギリ間に合って沼田落とすこと考えよう。沼田落とそう。沼田山城だから、多分平城か。平城はな、どう、平城はしぶといイメージがある。あー、迎撃隊あかんな。これ勝っても沼田に進軍すでに厳しいですね、下にいるから。長尾松影もおやつにされちゃったな。まあしょうがないか、しょうがないにゃ。まあ誰か、行くぞ。まあもう援軍の望みがないから、一か八かの刺激っていうのはまあ全然ありだと思うんですけど。さあ行こうぜ。しかしまあ大概の場合、助けに行ってる時もね、こうなっちゃうからね。まあ分かんないもんな。しゃあない。ご命令を始めるぞ。ゲチ始めるぞ。ご命令を。敵の居所を掴みましたと。覚悟しろ。隙を見せたな。この攻め。奥義戦。かわしてみせよ。居所を掴みましたと。さあ、わらわら来た。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。手を打ちましょう。さあ行こうぜ。ゲチよ、始めるぞ。切り込め。いやー、93回。これはどうにもなるだろう。やりたい。なんなら今から魚で。覚悟しろ。位置が悪いな。切り込め。これではこいつが引っかかっちゃう。油断大敵だぜ。スゲノヤパパか。バカな。シゲノヤパパなかなか有能ですね。覚悟は良いか。さあ行こうぜ。シゲノヤさんはあのシゲノヤさんの方がなんか印象に残るんですけど、有能なのはこっちの方なんですよね。パパの方なんですよね。
ゲチよ、覚悟しろ。覚悟してもらおう。敵の居所、掴みました。ちなみに僕、この舞台、魚で以外だと采配か激励ぐらいしか采配。その地味なやつもやってよ。我が策がもらい受けよう。滝のめせ始めよ。下がっていく。やりたい前へ切り込め。手を打ちましょう。やりたい前へ。やりたい前へ。お命令ください。滝の目線、滝の目線。やりたい前へ。そろそろちょっと口を。ゲチ覚悟しろ。あ、やりたい。変な動きになった。始めるぞ。掴んだ勝機、逃しはせぬ。やりたい前へ。ゲチよ、始めるぞ。全滅コースではあるんですが。行こうぜ。やりたい前へ。始めるぞ。我らが破れるとはご命令ください。滝の目線、切り込め。落ち落ち。息子はまあ優秀ではあるんです。やりたい前へ。始めるぞ。ご命令ください。さあ行こうぜ。こちらタイマン中。ありえん。ゲチ始めるぞ。切り込め。今は引くぞ。ローク方向、覚悟せ。ローク方向、攻撃式アップ、将兵回復。へえ。いかん、我らが破れるとは。我らが破れるとは。さあ全滅しましたが、やりたい前へ。あ、将兵回復するわ。回復する回復する。ここまでじゃ。やりたい前へ。負け犬ども、これ9000残りましたが、さすがに沼田厳しいかな。そして特に誰も仲間にならない。行くぞ。行ってもな、ための2万が待ってるんだよね。あ、国峰に帰れる。いや、行ったところでな。一応沼田にこんにちはしてみますが、まあもうとても無理だなこれ。あ、4人、4人の1万3000だったら勝てるな。ご命令を。ただまあ勝ったところで、勝った後にどうするんじゃっちゅう。ダメかな、ダメかな。勝ったところでって話ですね。佐野、まあやめとこうか。壊しようか。壊しよう。素直に諦めます。はまあ、あの北条家が強くなるのは、あの敵が強くなるのはそれはそれでありだと思うんで。じゃあ次はこっちですね。皆の者、我に続け。敵が我が領内に向かっております。来ちゃうけど、まあもう交渉投げてるんで大丈夫。乗っかられちゃうけど。まあええよええよ。はい、これでもうナスいっちゃいましょう。あすぐさま。はい、手を貸してやろう。いいよ、一応貸したるけど、まあ僕の残った1錠落とせばいいや。鉄砲船長、かたじけないことです。じゃあうちも、こうなったら容赦はせぬぞ。よしよし。そう、ナスノイチの末裔なんですよね。という自称なんですよね。まあまあまあ、ゆっくり進軍、ゆっくり進軍で。
まあ、8000言ってる頃には佐竹が乗っかるでしょう。六角貞頼が死んだ。これより表情を行う。農業軍事、これにて表情を終える。でこれで海上攻撃が取れる。あと欲しいのはそう都市空間か。都市空間と鷹の目平坦管理。ゲチオ、あの坂の上の田村丸の子孫田村家。承知いたしました。いやまあこの時代は自称だらけでしょうね。那須のとこにはね大関さんがいるかな。大関高松67 55 84、かえていつもの共有系の回避持ち。あとは那須微妙な、あとは微妙か。うん、微妙ですね。うん、宇都宮の、宇都宮ちょっと壊されちゃった、あ、壊れてはいないか。はい。ご命令を。うちも乗っかりに。うん、そうですね、大田原さん、あの2人、あの知略に優れた2人いる。この2人ですかね。この2人があの知略バフとして有能みたいな感じですかね。実はもう築城できるんですけど、ここに作っちゃうと、だが作る、だが俺が作る築城。中禅寺に作ると戦場上限2万1000はさすがに防塁作らなきゃいけなくて、ここを取るからここを作れるようになるか。じゃあ大丈夫か。いいか。はっ、さあこの滝のそばのこの素晴らしいロケーションの、いやーこのロケーションは素晴らしい、いい城ですね。隣を取ったら宿場町と防塁が可能になるかな。防塁宿場町で、でこの商人町5はさすがに壊せない。ここを壊そう、もったいないけど。で塩原とここを使おう。闇取りもやっとくか。この志、鉄砲を増やしてこう。必ずや果たしてみせようぞ。仰せの通りに。僕もあの2回ぐらい行ったことあるんですけど、中禅寺。かしこまりました。中禅寺港。まあいいと、まあ綺麗なとこでしたね。硬っ。長っ。まあゆっくり保持してましょう。一応確実に勝つために 2倍以上の兵を置いておきます。商いを始めましょう。お、大名保持計らいます。ありがとうございました。そうですね、華厳の滝ですね。取引を行いましょう。ちょっと転がして、かしこまりました。仰せの鉄砲も買う、かしこまりました。軍馬も買う。よしよしよし。はっ、お、佐竹に行ったか。手を貸してやろう。そして元気いっぱい本庄家。手を貸してやろう。なんかちょっとあの本庄家面白いんですけど、本庄家どうしようかな。手を貸してやろう。あの今あれ
従属かなこれ。あ、従属しましたね。従属してるのか。影虎が本庄を滅ぼす目ってもうそうあんまりないと思うんですよ。だからもう本庄と同盟しちゃおうか。本庄、長尾、伊達みたいな感じで。うわー、これはこれより表情を行う。計りごとならば大変だ。後ろだしね。あ、本庄と長尾ね、同盟してない、してないんです。あ、闇取引、あー、いっか、いや、あ、これ取ってないな。雪な、下地を。さすがに守れんだろう。戦場上限11,700、佐竹側、北条側もおそらく10,000。一応兵数はなんと互角。ここで勝たないと終わるよ。佐竹最初にして最大のチャンスですね。ここで勝てれば佐竹が生き延びる。負ければ佐竹真っ逆さまですね。じゃあちょっと待ってね。本庄家、あー、これね、決めかねてんだよな。ずっとこれどうしようかと思ったままなんだよな。まあ一応親善出すか。承知いたしました。僕あの佐竹好きなんで佐竹プレイやりたくなるんですけど、もう過去何回もやっちゃったから 2、3回やったような気がする。佐竹プレイ定期的にね、佐竹義重使いたくなるんですよね。あ、もう落ちてるのか。落ちてるんだったらこっちさっさと終わらしちゃおう。1万で2週間。お金に余裕。いや、これ我慢しよう。節約節約、66日。取引を行いましょう。あおう。佐竹はね、あの隣に北条とか徳川とか大国があるから、あのプレイの方針が取りやすいんですよね。使いの者が来たようです。だ、断る。そう、徳川、ああ負けてるし、ああこれは大変だ。これはまずいですね。太田城まで落ちるな。これもう一回いってる。戦場上限18,000、30,000。いや、これはゲチ宣戦布告可能であればちょっと考えよう。かしこまった。ドメンチョするよ。かしこまった。宣戦布告は不可能。まだできないです、宣戦布告。まだ宣戦布告できない状況ではどうしようもないな。ちょっとここ壊す。はい。佐竹義明。お味方が捕らえられました。おいおい、うちの部下やないか。いやー、これは、府中も散る。あ、里美か、里美ね。里美とも同盟。かしこまった。宣戦布告するは可能になりました。宣戦布告して、でもあの宇都宮城がガチガチに減っちゃった。
かしこまった。伊達の援軍借りるか。伊達の援軍を借りる。伊達の援軍を借りて、どうすか。まあとりあえず大太郎落とそう。とりあえず大太郎落とす。これ撃ってるときのめんどくさいから攻撃状態そう、伊達も北に行っちゃってますもんね。あんまり軍勢がいなかった。そうっすね、本庄とは同盟結ぶんとくか。かしこまった。忠誠はまあそんな気にしなくていいかな。ちょっとね、北条と戦うにはね、ポイントが、あ、だよね。次の戦で世を乱す者、我が義の刃を持って成敗せん。これ来ちゃう。我が領内に敵が迫っております。15日、うぜえ。15日、これ籠城ですね。籠城してこっちから迎撃しよう。これは北から軍勢を借りるか。籠城&迎撃でで、本庄に同盟投げたから本庄から借りることも可能ではある。宇佐美貞光借りたいですね。めっちゃ借りて、宇佐美貞光使おう。与板の方には小島弥太郎か。宇佐美と小島、宇佐美と小島、北条、安い、大変お安い、大変お安い、大変お安いな。サス謙信、安い。北条城武将帰ってきてない。しばらく籠城ですね。たあいもないものだ。あ、これそのまま迎撃できる。戦場上限、あ、いけるな。いける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 。間に合う。手を打ちましょう。うわあ、ギリ、あー、くそ、マジか。実はね、このままここで合流したかったんですよ。5点になっちゃうのか。5点になるんだったら手を打ちましょう。後手か、後手になっちゃうか。手を打ちましょう。え、そうなの、本当に後手。ここだと10日、1日の差がな。こっちから出してここで合流してこう戻ってくんだったら確実。まあ路上線もあれば、しばらく路上線もあれば持つからな。部分入場、編成かなり適当なんで、これ。かなり適当な編成にしちゃったからな。ああ、部分入場するか。タコさん、アナザーを、ここでアナザーが改めて出てくる。そしてこっちから500人で十分かな。本当1日2日とかそのレベルの話なんで。大道寺正成、大道寺正成を連れてくる。千、これでまあ一応なんとかはなるかな。集結点こっち、
目標地点はこっち。そ、集結点ここなんだったら後ろからしまったな、適当な編成すんじゃなかったな。いっか、一回解散すっか。ダメだ、ちゃんと編成しよう。最大上限1万4000なんで、ボーリー全部壊されたとしても撤収か。うん、しょうがないな、ちゃんと編成するわ。魚でが1人欲しいから、魚でを1人脱出させておきます。宇都宮からどうも大道寺正成が気に入らないな。まだ頭上の助でいいや。頭上の助を、あ、このバスなかなか有能だな。武将としては70、81、54。ほーん、ほほーん、ほほーん、1000。図書の助脱出して、進め、これで合流しよう。あ、もう帰ってきてるのか。純剣全部壊れるとしても、あの兵数14000対14000であればまあやりますよ。よし、上杉ゲームやってきた。斎藤、宇佐美、星名、直江景綱、鬼小島弥太郎、最大兵力、集結点、笹に1ヶ月コースですね。で、ここら辺が帰ったらまた出す。黒川帰った、会津新宮帰った、三春も帰った。行きましょう。よしよし、総大将芦野森裕二、芦野森裕二。ん、ここはなんだ、会津新宮か。あー、会津新宮、あ、そっか、もともとアナザーがいたところか、会津新宮だから。そんなことになっちゃった。うん、まあ13800。あとは相馬を呼ぶか。集結、進め。あ、相馬もう帰ってるわ。じゃあサイドバック、そのまま走っていきましょう。サイドバック、そのままダッシュ。ああ、鉄砲隊忘れてたな。相馬鉄砲隊、なんせ騎馬配備がないんで相馬。これで結構ちゃんとした、15800になりました。28日後アンドこう38日、あれ38か。まあ持つやろ。ちょっとね、人の出入りやってると編成がわけわかんなくなるから、なるべく入場やりたくないんですよ僕。部分入場、同盟。よし、間に合いますね。なんかね、相馬中となんか騎馬配備持ってそうなんだけど持ってないんですよね。野戦築城、これにて表情を終え。あ、城内調略大好き。城内調略大好きなんで取っときましょう。都市空権前をまで上がっとく。とてもちょっと都市空権のまだ余裕ないんですけど。さて、これで黒川、大田原、かしこまった。さあ、柳田とまたすでにリーチが入ってる。どうだ、
柳田と沼田。残念残念。なんかね、相馬ったの、いや、なんか姓に、姓に馬って入ってるし、なんかもう相馬の馬追いの件もありますし、なんかね、馬のイメージありますけどね。そろそろ武芸塾をちょこちょこ増やしていきましょうか。ここのボールいらんだろう。武芸塾ほ、武芸塾承知しました。承知いたしました。武芸塾これで5件は、かしこまった。ここができた。ここは宿場。かしこまった。おお、確かに馬長とか馬頭もそうですね。はっ、よしよし。ここ一回ぶっ壊れた後、あの武芸塾にして都市空間の条件満たしちゃいましょう。さあこんな感じ。いやー、大北条さんはね、ねっとりやるのいいですね。なんかねっとりやっちゃう、これでやるか。あ、中裁あげるの忘れてた。おお、武田対浦賀が始まった。手を貸して。あ、まずいかこれ。あ、あー、そんなそんなだて、伊達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 春宗。マジかよ。本庄重長、本庄重長、天道。あ、これ間に合わないな。これではギリギリだ。え、ギリギリレベルだな。まずいで、これさらに30日追加。43日その持つ兵糧はともかく。ちなみに佐竹から借りることは当然できない、当然できない。よいしょ。伊達、伊達、まあ伊達、伊達。お、おなみちゃん、まあ伊達のみで頑張りましょう。伊達、僕なんか最近ね、それをね、いかに素早く消すかをね、自分の中でタイムアタックやってるんで、来たと思ってね、今ねモチベーション上がりましたよ。片倉来た。三国同盟の連携作戦ですね。こう、まあ春船が魚で、これで34日持ってくれよ。本庄はさすがに遠くてちょっと無理だった。これ39、あ、5日、プラス5日ならなんとか、プラス5日ならなんとかしてほしい。出陣する。あー、武田春信勝利。どこどこ、あー、こっちか。おー、うえー、これちょっとダメだ、これがダメだ。宇都宮が落ちちゃうね、図書。あ、ほんとだあれ図書の神ね。まあこれは落ちるな、落ちますね。脱出ですね。脱出して、ただあの城内に人が入る前に乗り込めるか。武将助忘れてたわ。でもまあ武将9人揃っちゃったから武将助の席もうないよ。いやいや、まだあの大丈夫大丈夫。華厳の滝持ってるから、華厳の滝をね持ってる限りはね、関東からまだ脱出してないと言い切れるよ。じゃあ、まあギリギリで脱出しましょう。
一応関東でしょこれ。一応関東関東。いやーもう無理。脱出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 。口を引きことよ。お味方が討ち死にしました。うっせやろ。マジで。それが人間のやることか。CPU だもんな。3人ぐらい切られたな。3人ぐらい切られたな。嫁が切られたか。これは許されない。さて、ここで待ち構えてんのか。戦場条件55,000。あぶね。行きます。徳次郎で待ち構えてる。徳次郎。徳次郎。またすげえどうでもいい話なんですけど、僕なんかその確か高速道路の折口で徳次郎っていう名前をここら辺で見たような気がする。なんか変な名前の折口だなと思ってた気がする。徳次郎。そうか、徳次郎あったのか。あ、徳次郎だから読み方徳次郎なんだ。その話前もした。マジか。何、長尾から北条家を打てと激文。そこの話2回目か。すいません、いつの話か忘れてたんですけど。城に人が入る前に取れるな。乗れる乗れる。片付けない。徳次郎ね。徳次郎と書いて徳次郎ね。かしこまった。かしこまった。武家塾。うん、は。よし。え、オイランなんだ、地名の由来が。へえ。それが我ら北条の役目よ。オイランの徳次郎。うん。あ、修正忘れてた。うん。確かに長尾からの激文って逆でしょっていうね。やべ、嫁殺されたの実は結構ショックなんだけど。2300。あー結構兵いるな。これはね、とつっても倒しきれない兵力ですね。いや、せっかく包囲網なんで、なるべくダメージ与えよう。もう捕まえ次第切りま、捕まったら全部切りますよ。捕まえたやつ、包囲網始まったばかりだし、ザップンザップン切りましょう。途中だよね。僕日光に行った時にね、見た気がしたんで、それ徳次郎。もう多分来年、多分何日か後には徳次郎って名前忘れてると思うんですけど、また徳次郎って言い出すと思うんですけど。もう出番だ。長野はね、長野はね、まあ長野はさすがに切れんな。ああと敵見とけばよかったな。2人ぐらい内容がいるんで。やりたい。そうそう、撤収。覚悟しておけ。やりたい。前。ゲチを始めるぜ。みんな力を合わせよ。敵の復讐の関東管領ですよね。知れておりますな。攻め込むぞ。始めよ。お、任せた。ゲッチ、始めよ。やりたい。前へ。クイック動いてんな。参る。
舐めすべりはね、さすがにね、さすがにね、舐めすべりはね、覚えたよ、常舐めを。いざ参る。やりたい。おい、爆弾2つ目。敵の居所など、あー、なんてめんどくさいこと。いざ参る。さあ始めようか。命令してくれ。さあ行こうぜ。待ってー、やりたい。待ってー、ご命令ください。覚悟しろ。待ってー、捕らえた。一撃で沈めてやろう。ご命令ください。本庄重長が連れてかれてる。ゲチオ、攻めよ。ゲチオ、さあ行こうぜ。おお、飛んできた。いざ参る。さあ始めようか。やりたい。何やそのこと。やりたい。おい、命令してくれ。張り込む。ゲチオ、始めるぞ。ゲチオ、ゲチオ、始めるぜ。攻め込むぞ。あー、そこだった。まあまあまあ。もう出番か。ゲチオ。でもこの やっぱりこの序盤で大国と戦うと、やっぱそこがピーク、そこが楽しさのピークだな。今ね、タイ北条さんすげえ楽しいんですけど。やりたい。前へ。始めるぞ。やりたい。裏を取ろう。前へ。ご命令。やりたい。前へ。ここまでじゃ。ね、おとり調和さんね、ほんとね、ほんと先制崩壊するんで、これ。一発で始めるぞ。なんちゅう厄介な。ギフェッシャー。油断が過ぎるのではないか。ちょっとだいぶ損害出ました。本庄重長、ただしまあ渦政を倒した。渦政倒して後宮奪還。比較を取ったか。叩き潰せ。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。手段は選ばない。そうだよ、使えんのか。勝つためなら。こんちくしょう。行きます。戦場条件2万。唐沢山に乗っかって落とせるか。行きます。16日後だと無理だな。6日後の祇園、石塚、府中、里見とつながりたいですね。といっても戦場条件、なんかね、微妙に戦場条件多いんですよね、宇都宮から先が。一つ抜ければ一気に戦場条件楽になるんですけど、古賀とか。一回ちゃんと再編成して2万用意しようか。2万用意していくわ。ちゃんとした再編成で。ああ、太田か。ああ、太田か。行きます。なろう。太田。出陣する。ちょっと太田を助けてやろう。6部隊こっち、9部隊。皆の者、我に続け。あれ、ちょっと待ってね。国衆ができないからやれることね。農兵精錬かね、備えあればでもあればよかったんですが。さあ助けに来た。いや、そんな落ちてからとか、そんなダメっすよ、ダメっすよ。佐竹助けなきゃ。僕は佐竹助けるぞ。まだよし、まだ一番好きな佐竹義重出てませんですけど、助けに来たぞ佐竹勢。もうこれは関東関連のやることですよ。できればこれ川の向こう側でどうにかしたい。川のこっち側におびき寄せてどうにかしたいが、
うん、あの戦略ターンにならないとね、まだ人の移動できないんでね。戦略ターンになったら宇都宮に人入れましょう。なんかおびき寄せる。敵の部隊数がその大した数いないんで、笠原、山上東急、富永、間宮、結城、ダブル結城システム。我に続け。覚悟しろ。始めよう。いざ参る。いざ参る。さあ始めようか。命令してくれ。ゲチを始めるぞ。始めよう。あ、そうだ、明日の森内。まあ、あの、乗政様はね、現在、お城から、お城を飛んだり跳ねたりして逃げてる最中なんですけど、今、乗政捕まらなくてよかったなぁ。格が低いから捕まって殺される目もあったもんね、乗政だったら。いざ参る。まあ、アシナが総司令官代理ということで。始めるぞ、やりたい。前。やりたい。前。こんなで知れておりますな。これほど。まあ一撃に一部隊引かれば同じかな。覚悟してもらおう。正々堂々。最大戦速。勝負せよ。叩き潰せ。やりたい。ただ足なんてそれなりに寿命短いよね。あ、でもこの下でやったらさすがに寿命短いとかいうレベル、あの普通かな。命令してくれ。ご命令を。この下で死ぬことはないやろ。ゲチオ。価格は最高でも格は低いっていうね。あ、笠原来たか。あ、じゃあ落とすか。格の違い見せてやるよ。飛んで火に行った笠原。滝の目線。さあ始めようか。ご命令。相馬、相馬と本庄はこっちを抑える。命令してくれ。ゲチオナミちゃんが前に出る。命令してくれ。ゲチオ。あ、鉄砲ですね。一つ流れたはず。確か知れておりますな。いざ参る。お、もう出ます。やりたい。前。そう。いいよ。いいよ。落ちないよ。落ちんのかい。前。ご命令ください。まあ、いざ参る。もう出番だ。向きを変えて。売られた剣から買ってやるぜ。別の舞台で撃つ。いざ参る。ゲッチ、始めよう。やりたい。前へ。ゲッチ、ご命令を。命令してくれ。やりたい。前へ。お、もう出ました。叩き潰せ。よし。叩き潰せ。あ、やっと間に合わせてくれた。まあ、これでいけるかな。来たもん。始めるぞ。叩き潰せ。へえ、宇都宮とかで大和朝廷よりもから、それはすごい、そのレベル。やりたい。はい。まあ、こういう状態にあるのは向こうですね。これで勝って、これで解散して、ちゃんと2万に用意していきましょう。生殺与奪すべて勝者の思うがままよ。思うがままよ。本当か。思うがままにしていい。思うがままにしちゃおう。割とどうでもいい連中だな。どうでもいい連中だから解き放とう。かたじけない。
よし、これで解散。待機する。これで一旦再編成して2万で2万の軍勢でいきたい。長尾景虎、武田晴信、また武田勝った。あれ、ま越中の長尾勢が壊滅しそうですね。志果たせんか。里見が攻めてる。里見が動いてる。ほほう。これにて表情。上杉ね、滅びはしないけど、越中が完全に落ちそうですね。取るべきは、まあ地震保険取っとくか。地震保険お安いのに入ってきました。あとは都市空間町ではあるんだけど、ああ火事。ご命令。里見が動いた。23,000、33,900。府中城の戦い、戦場上限2万。これはワンチャンあるけど、2万、23,000、33,900。里見勢6人。これは勝てない。これは勝てんな。これ勝てんな。ところで、会津新宮、黒川、沼沢、黒川に人、武将をまず一人。黒川に回避を一人。かしこまりました。で、会津新宮はもともとは北の門番を入れてた。アナザー戻ります。かしこまった。いやー、そうですね、つっつける場所だと嬉しいな。かろうじて美濃和城をつっつけるかな。いやー厳しいな。沼田から出てる中世事情完成しちゃった。沼田は出てない。これではつっつける場所もあんまないですね。多分ね、 あんまり奥の方だとつっつく振りも意味がないんですよ。多分美濃がでも厳しいかな。さあ中禅寺城完成。かしこまった。ちっちゃい。もうでも中禅寺城は牢城専用だな、これ多分牢城専用なんで、ああでもまあ沼さんもそうか。牢城専用に近い沼沢城もこんな感じですけど、あ、開放しておきたいな。中禅寺、主城心得、タコパパ、猪苗代森国か。猪苗代森国こっちに入れたんで、アシナのとこに別の人間を羽生。羽生じゃねえな。忘れた。なんとか入入れて、中禅寺は牢城コース、羽が大田原。うーん、魚で地のりおとり佐藤は、中禅寺二縄城、黒川、そう、何乳だっけな、なんとか乳ってやつで、中禅寺、ちょっと待ってね。あー無理ですね。そのうち侵入してくれそうですね。あ、でも結局侵入したらな。まあいいけど、うん。で、今大田原城と宇都宮城があって、宇都宮城が前だから、宇都宮城を本拠地にするのはやめよう。宇都宮にはまあ最も頼りになる男を前線に出すか。かしこまった。最も頼りになるタコさんを、タコさんに回避をつけて、タコさんに回避、今ね、魚でが2人とも同じ城にいるんですよ。はっ。
だって婚姻できる？お、おなみちゃん13歳のおなみちゃん。あー、おなみちゃんね。おなみちゃんな、13歳な、まだ。おなみちゃんってシーツだとヒョエの嫁だっけ。おなみちゃんな、だってはるま二階堂森吉の性質、うん、伊達政宗で対立落城、うん、伊達政宗で対立した人ですよね。ああ、ありかな、おなみちゃん、うん、おなみちゃん嫁にしようか。じゃあ北の伊達と組むのはまあちょうどいいんで、じゃあおなみちゃんと結婚しちゃおう。婚姻。かしこまった。よし、おなみちゃんと結婚して、これで今宇都宮に人を移動させた。まあもともとあの芦名のみゆきちゃんほら側室だし、まあ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 、ボールいい。かしこまった。準決を急いで、次の決戦までに準決を急いで用意する。で、武芸塾。かしこまりました。うん、よし、よしよし、これで、あと調略は、あれ、おいおいおい、行こうぞ行こうぞ、明日の森道。かしこまった。おなみちゃん、おなみちゃんのグラフィックしかないんで。いや、おなみちゃんのグラフィックなんで、ちゃんとした。じゃあ、こんな感じで行くか。まあ、佐竹は一回救った。里見。ちょっとこれ、次の戦長くなるんで、今日切り抜いたところでここまでしておきましょう。次回、2万。ついに2万の軍勢を出して、祇園決戦と行きましょう。ここを抜ければだいぶ楽になる。次は古賀。祇園、古賀、岩月、押し城、川越。一気に抜けれるんで、祇園さえ抜ければ。次の決戦が割と山場のはず。そんな感じ。それでは皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。今回ね、武田、まあ、小田原はもちろんやるんですけど、武田とも一戦したいですね、この流れ。みたいな感じです。じゃ、この後は、三国志13人はしごしますんで、はしごされ方も引き続きよろしくお願いします。で、一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でした。